You're listening to Shibuya Cross FM. N プロガールズミッション。はい、皆さんこんばんは。本日第2回目となります N プロガールズミッション。今回 MC を担当しますのは私 N プロダクション所属アイドル玉木彩音です。そして同じく N プロダクション所属アイドル逃げ水アムと冬タオです。今回はこの3人でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい、この番組は渋谷クロス FM から毎月第2、第4金曜日の19時から19時50分まで私たち N プロダクション所属の女性タレントが登場し、さまざまなミッションに挑戦していく番組です。番組スポンサーは1対1の特典会アプリチェキチャさん。この番組を見て私たちと実際にお話ししてみたいなと思った方はぜひチェキチャでお話しに来てください。昨日もやったよ、昨日もやったよ。私たちはね、今回が N プロガールズミッション初登場なんですけど、前回はね、金丸咲ちゃんと日向凛ちゃんの2人でお送りしてくれました。 そのね、アーカイブも公開されてるのでそちらもぜひご覧ください。さて、緊張してるかな。アムちゃん緊張してますか。なんかニコニコが止まらないですね。ニコニコが止まらない。楽しいってこと。楽しい楽しい。うーちゃんは。私は、前回2人で行けたから、今回3人だから怖くないと思って、今緊張してないです。あ、今してないんだ。うん、してない。あ、すごい。私はね、初 MC。まあでも結構いつものライブでも MC はしてるから、あんまり緊張してない。なんかいい意味であんま気張ってないので、ね、今日はね、最後まで頑張ろうと思います。頑張ります。頑張る。イエーイ。ということで、そんな私たち3人は今回がラジオ初出演なので自己紹介と意気込みをお話ししていこうと思います。名前とあだ名と、まあ、趣味とかね、特技があればそれもなんですけど、どんな性格って周りから言われる、最近挑戦した女の子らしいこと、このラジオの意気込みの3点をね、ちょっといっぱい聞いていこうかな。じゃあアムちゃんからお願いします。はい、逃げ水アムです。あだ名はメンバーからはアムとアムちゃんと、アムちゃん、あとニゲー、ニゲーね、ニゲーかな、ニゲいいよね、ニゲ呼ばれますね。マネージャーさんからもニゲって呼ばれてます。ニゲ好き。これ趣味か、趣味、あ、私ね、こういう時に言っておこうと思ったのが、常々言っておこうと思うんだけど、東海オンエアさんが大好き。わー、私も大好き。そう、見てる。うちら YouTube とかゲームとか好き系のメンバーだね。そうなんだから、いっぱい言っていこうと思って。好きっていうものはいっぱい言ってった方がいいからね。そうなんです。お願いします。そしてね、どんな性格って周りから言われる、だって頑張り屋さんって言われるかも。頑張り屋さんね。頑張り屋さんはね、最近そうかもしれないと思っている。確かに、努力家かもね。なんだそれ。顔ってラジオで伝わんないからね。まあ頑張り屋さんだね。そうなんですよ、うん、そして最近挑戦した女の子らしいことということで、考えたけど、私ね、最近ね、リサとかスパルに、の可愛さにちょっと気づいた。さっきも話してたんですね。そう、可愛くて、公式の上がってる絵がね、めっちゃ可愛いんです。ツイッターとかね、公式、そう白と黒のウサギみたいな外国のやつね。そうなの、めっちゃ可愛くて、みんな見てほしいです。可愛い。そして、はい、このラジオへの意気込み、はい、ね、まさかうちらがレギュラーラジオ番組を持てるなんて思っていなかった。ねそうだけどね、続けたいね、頑張りたいね。頑張りたいね、楽しいよね、ラジオって、そう、だから続けていきたいなと思うので、ちょっとラジオのね、スキルを、確かに、ね、身につけていく、身につけていきたいなって、ね、すね、長くよろしくお願いしますね。じゃあ、うゆちゃん、お願いします。はい、うゆたおです。はい、あだ名は、あだ名なんだろう、うゆ、うゆたおだけど、うゆちゃんの方が多いね。そう、多いかも。タオあんまり…タオちゃんいないね。タオ…うゆ、うゆ、変わったのないかな。そうだね、特に…うゆたんとか呼ばれない。え、ない。うゆちゃんだよね。うゆだね。うゆって呼ばれてるのしか聞いたことないの。うゆか、うゆちゃんだね。趣味、特技、趣味はゲームすることです。ずっとゲームだね。最近何のゲームしてんの。最近は、コミュニケーション
コミュ力を上げようと思って、あの、ウェアルチャットっていうゲームがあるんだけど、うん、パソコン、知ってる、それを始めてます。すごい、あのさ、チャットなんだ、アバター、なんでもいいやつでしょ。そうそうそう、それで私最近アバター作り始めた。あれ、めっちゃ面白いよね。めっちゃ面白い、いろんな人と話してるんです。どんな性格って周りから言われるとか。まああるよね、あれが、遅刻魔とかね。そっち、よくないし、自他ともに認めるマイペースとかね。マイペース、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 のんびりやった言い方変えて、なんか人生に余裕を持って生きてる。確かに、人生はのんびり、もうなんか人生はのんびり屋さんだね。強く生きないでのんびり生きようって。はい、最近挑戦した女の子らしいことを。あ、それがあのゲームのキャラクターに着替えをさせたりしてます。さっきのやつ。そう、あとそれのおかげでフォトショーとか使って、うん、あのすごい色、服の色とか変えたりしてる。え、そんなことまでできるの。すごい、すごい、リカちゃん人形の着せ替えみたいなテンションでアバターをやってるのね、うん、このラジオへの意気込み、意気込み、今日もコミュ力を習得して帰るぞ、うん、帰るぞ、帰りたい人みたいな。頑張るぞ。そして最後に私、玉木屋根、ね、あだ名はまあ屋根ちゃんじゃないかな、屋根ピー、屋根ピー、屋根ピーチ、屋根ピー、屋根ピー、屋根ピー、屋根チ、屋根ピッチ、タネピー、タネピー、めっちゃ多い。屋根ちゃん、ヨネさん、うん、アネピーって呼ぶときもあるね。ヨネ様。なんか結構きつい顔立ちをしてるので、ヤネピとかヤネチとか変なのが多いかなって、自分で率先して自分のことをそうヤネピって言ってることが多いかな。でも仲良くなると、あ、そう、うん、ヤネピって感じ、仲良くなるとヤネピって感じよね、うん、仲良くないとヤネ様って感じだよね。どんな性格って周りから言われる。真面目。あー、うん、真面目だね。しっかりしてる、なんかしっかりしてる、うん、しっかりしてる。本当に真面目よね。真面目かなと思う。二十歳超えてからは真面目って言われるかな。さっき一個思ったのが、なんか他のアイドルの子たち、あの人数をなんか話してたんだけど、あそこのアイドルグループの子たち人数多いな、なんか楽屋大変そうっていう話で、うわ、さすがリーダー、なんかここ、ここ俺も考えてるのかと思って、すごい真面目だ。なるほどね、それ真面目ポイントなんだよ。最近挑戦した女の子らしいこと、なんか最近ではないけれど、やっぱ2月なのでバレンタインのね、チョコを、あ、見たよ、 YouTube であげたんだけど、うん、あ、いいね、バレンタイン、なんか小学生が作るやつを作ったんだけど、あれ可愛かった。何年かぶりとかに作ったかな。このラジオへの意気込み、私ラジオ好きなんですよ、結構喋るのが好きなので、うん、すごい楽しくこれからもやっていけたらいいなと思います、うん、はい、ということでこのラジオを今日も楽しく盛り上げていきたいと思います。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。そして番組中はツイッターでハッシュタグ N プロミッションでツイートしてください。うん、N がローマ字で大きいやつ、大きい大文字で、あとはカタカナです。じゃあアムちゃんのくしゃみとかぶったからもう一回言おうかな。ハッシュタグ N プロミッションです。これね、ちょっと少なかったらの急いでマネージャーさんとかが裏でやるかもしれないからね、うん、みんなできるだけいっぱいしてくれると嬉しいな。嬉しい、待ってるよん。はい、なんか面白いね。何？え、なんかラジオしながらみんなのコメントを読めるって。確かに確かに。みんなだからアムちゃんとウユちゃんもツイッターをね見ててくださいね、うん、はい、後で読むことがあるかもしれない、うん、ということで、はい、待ってます。では本日最初のミッションに参ります。最初のミッションはこちら、じゃじゃん、じゃじゃん、方言ミッション富山編。わエコーかかるんだね。ね、楽しいな。はい、私たちは今後のライブの遠征やお仕事で全国各地に行くことも増えるはずということで、うん、それに備えてどの地域のお仕事が入っても大丈夫なように全国の方言を学んでおこうというミッションです。どげんかせんといかん、どげんかせんといかん。いきなり来たね。え、わかる、行くぜ、行くぜ。誰誰誰、行くぜ。何の方言でもないよそれは。まあ、アムちゃんは関東出身、
そう私はローカル、うゆちゃんはグローバル、グローバル、ね、結構さまざまなメンバーが集まっているんですけど、はい、こちらにね、うん、この箱みたいな袋があるんですけど、うん、富山弁がね書かれた紙が入っています。これから私たちで1枚ずつ紙を引いていき、その紙に書かれた富山弁を自分がこれだと思うイントネーションで読んでいきます。そしてこれはねガールズミッションということで、うん、かわいらしいくん、なんかやっぱキュル、うん、キュルちゃんだから、うちらはキュルって感じで読んでね。で富山行ったことないからさ、全然わからんよ、わかんないね、うん、富山弁の正解が。ヨネはさ、熊本出身だよね、うん、そう、ヨネは熊本出身なんですよ。喋、うん、れるの、喋れるのちゃんと台本通りに喋れるのって聞いてくれたんですけど、あの私結構メンバーの間ではがっつり方言でね喋ってるから、もうみんないちいち方言だって突っ込まないぐらいには、なんとかとって言ってるよね。なんとかととか、あの、なんばしおっととか、あよく、そう、かわいいと、まあ、なんとかだけんとかばいとかはね、うん、かわいい、日常で何場所とめっちゃ多いかなって思うな、うん、中国語、中国弁は、中国語、あ 私の私の地方にも、うん、方言があります。お、うん、中国も広いもんね、だってそう、うん、日本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 は、うん、こんにちはみたいな、ニーハオじゃないんだもん、そう、似てる、日本、ちょっと、あ、そういう鉛的なものがあるんだね、うん、いいな、かわいい、いいやん、あんまないのよ、あんまないね、ないね、他のメンバーもないね、ないね、結構みんな関東出身ということで。熊本で可愛いってなんて言うんですか。可愛い、これはね、むぞらしか、むぞらしか、まあ結構ちょっとレジェンド方言と言いますか、うん、ちょっと熊本の人たちもわざと使ってる、なんかもう校長先生がわざとなんか集会で言うぐらいの化石な、うん、レジェンド方言かな、知らない人いないと思う、熊本の人わざとだね、これはもう、むぞらしかって、むぞらしかってさ、可愛いって言った方が早いもんね、確かに、確かに聞いたことないでしょ、うん、聞いたことない、むぞらしか、聞いちゃったもん、むぞらしか、実際使うんって、使わないよ、あ、使う、へえ、なんかレジェンド方言ですね、むぞらしか、ここまで掘らなくていいけどねそれでは本題のコーナーを始めていきますよ。じゃあまずアムちゃんから、え、アムからか、そう、アムちゃん、いやこれを一枚引いて、全然わからんよ、だってアムさ、神奈川県出身だから、ね、方言から ね、かけ離れた地なんですよね、はい、はい、でね、なんか紙にどういう言葉なのかっていう説明がね、書いてあって、その下にね、方言が書いてあるから、方言はね、まだ読まないで、何が書かれていたか発表してください。はい、うん、うん、なんて言えばいいの、私が引いた、私が引いたのは、はい、これ一番上の呼ぶの、そうだよ、多分推し編しようかなって意味深な、なんてものを入れたんだ、ひどい言葉が、なんてひどい言葉を入れるんだ意味深なツイートをするファンをときめかせる富山弁で推し編を阻止するんだね、富山弁でむずそう、むずいよ、マジ想像つかない、もういける、イントネーションだもんね、うん、うん、頑張れ頑張れ、え、全く想像がつかないです、なんか、ぽい、可愛く言えばどうにかなるのよ、頑張るんだ、わかった、はい、行きます、お願いします、あ、行きますって言ってください、はい、あ、行きます私、うん、はい、いいですか、はい、他の人をしたらダチカンよ、うわ、え、絶対違うよね、ダチカンよ、待って、恥ずかしいね、これダチカン、待ってた、すごい、ダチカンよってか、なんとね、今日ね、正解のね、音声があるんですよ、ちょっと聞くよ、ダチカンよですね、違ったらどうしよう、他の人押したらダチカンよ、ダチカンよ、ダチカンよ、ゆるい判定ですね、他の人押したらもなんか違ったよね、もう一回聞いていい、これ甘いな、流れない。いけ。他の人押したらダチカンよ。他の人押したらダチカンよ。かわいい。いいね、ダチカンよ。ダチカンよ。いいじゃん。で、今どういう意味？かわいい。今の絶対押し編を阻止することができる。ダチカンよ。ああ。いい。
かわいい、いいです。じゃあ次使ってきますね。立ち返るよってどういう意味？あ、ダメだよってことじゃないの？これだってさ、言う、うん、そう、いいよ、もう言うて。そう、そう、ダメだよって意味で、ダチカンイコールダメだよってことです。ダチカンがダメってことで、ね、今日はね、正解の音声があるんですけど、うん、こちら正解の音声はね、 VTuber の秋月琴葉さんからの提供ですね、うん、すごい富山の人なのかな、うん、秋月さんありがとうございます。じゃあ次、ゆうゆちゃん、楽しみ、うゆちゃん楽しみ。なんかアムちゃんもうゆちゃんも可愛らしい特徴的な声をしてるので、結構今日は作るな、うゆさん作るとさ毎回言ってるよね、はい、楽屋でよくやるよ、はい、何ですかテーマ。東京、東京、あれ一番上に書いてない、うん、あ、東京のファンを富士山、富士山の遠征ライブに呼ぶときに使える言葉、うんうん、富士、あ、富山、これ富士東京のファンを富山の遠征ライブに連れて行く時のはい、富士さんが飛びました。じゃあ行きますって言ってから読んで、はい、いかにちょっと心の、うん、頑張ってる、かわいく、かわいい、キュラン、遠征連れて行かないといけないから、ファンの人たちを。オッケー、オッケー、はい、まあ、ちょっと準備して、お水飲むの今だからマイペースだって言われるんで、ね、はい、どうぞ。富士山、あ、ごめんなさい、富山富山ね富山と富士山は別物の富山で、うん、富山でのライブ決めたかいけど、みんな富山までちょっこし付き合ってくれん？あ、うわー、お、正解、お願いします。イエーイ、おー、かわいい、やった。ちょっとここで一旦正解の音声、うん、はい、富山でのライブ決まったがいけど、みんな富山までちょっこし付き合ってくれん？ちょっこし付き合ってくれん？すごいよ、なんか今のところ成功してるじゃん、ほんと甘いな、この多分ね、こうピンポンしてる人多分富山出身の人じゃないんじゃない？そう、だから今聞いてる富山出身の人はちょっと怒ってる人かもしれない、ね、違う違うみたいな、違う、ちょっこし、いや、面白い、これは、まあ、付き合ってくれんってことだよね、うん、ちょっこしってなんだろう、ちょっとってことなのかな、ちょっとだけみたいな、ちょっと少し、あ、ちょっと少し、うん、ちょっとだけ、うん、じゃあ次は私が、おえー、やっわーい、楽しみ、わー、じゃあじゃん、楽屋でスマホをなくした時に使える富山弁、うん、むず、ひらがな読むの苦手、うん、じゃあいきます、どうぞ。スマホ失かした、誰か鳴らしてもらえんけ、え、かわいい、どうですか、サイン、どうですか、絶対甘いって富山弁簡単説、失かしたがやばい、失かした、なくしたことを失かした、うん、誰か鳴らしてもらえんけ、焦りが一旦聞きますね、うん、こちら絶対押したって今、ほいスマホ失かした、誰か鳴らしてもらえんけ、鳴らしてもらえんけ、かわいい、かわいいね、鳴らしてもらえんけ、鳴らしてもらえんけ、失かした、むずい。でもスマホガチでなくす人ってスマホのさ、うん、あの通知オンにしないから鳴らしてもなんないんだよね、なりませんね、ガチで焦った時。じゃあ次もう一周アムちゃんに行きたいところだけど、一旦ここで N プロミッション、はい、ハッシュタグ N プロミッション見てみようかな、めっちゃかわいい、だってやった、やった、ポムコちゃん、ゆなちゃん、かわいい声作ったうゆちゃんだってゆうゆう、うゆちゃん、ハム太郎やってるおすごい、リアタイでめっちゃみんな詰めてる、ハム太郎、すごい、ジン、富士山アムちゃん、ダチカンよ、かわいいだって、やった、推し編成げた、藤山がみんな笑ってるね藤山そっか、そう読むんだって思ったもんね、ね、屋根ピチの方言、違和感ない、やった、やっぱすごい方言に慣れてるだけあるね、ね、うん、本当に標準語しか喋れてこなかったからさ、うん、ちょっと喋ってみたい気持ちもあるけど、うん、下手くそだわでももう富士山とか富士山で盛り上がりすぎてるじゃあもう一周アムちゃん行こうかな、なんで富山って富士山ないのに富山なの、ない、ありますよね、え、ないないよ、ないって言ってる外の皆さん、ないんだ、
ないんだ。なんでだろうね。なんでだろう、うん、どこだっけ、静岡とどこにまたがってんの。なんか真ん中、山梨。あ、山梨か。静岡とかじゃん、うん、確かに、ね、でも山は豊富なんじゃない。富士山以外で勝負してんだよきっと、うん、じゃあ次アムちゃん。むずいよねこれ。難しいよ。頑張ってくれ。頑張れ。じゃあお題をどうぞ。富山の名物、うん、マスの寿司を、うん、おすすめするときに使う言葉。多分、うん、ウユマスの寿司分かってない。全然分かんない。うん、うんうん、まあ食べ物ね、マスの寿司よく分かんない、うんうん、おすすめ、おすすめする。どこが方言なんだろうね。おすすめかな、うん、じゃあ頑張ってください。マスの寿司すごい美味しいんやちゃ。ちょっと待って、まだ続きある。お、はいはい。食べてみられ。おお、食べる、食べて、食べてみられ。判定は、あら、初ブッブーですよ。食べてみられって言ったかな。食べてみられ、食べてみられ、見られ、見られ。正解を、いけ。マスの寿司すっごい美味しいやちゃん、食べてみられ、食べてみられ、おすすめだ。食べてみられ、食べてみられ、あ、食べてみられ、食べてみられじゃなかったね。食べてみられじゃ、食べてみられ。むずい。全然わからん、ね、食べてみられ、かわいいな。食べてみられ。じゃあ次、はい、うゆちゃんもう一回。はい、食べてみられ。ずっと頭の中ループしちゃうなこれ。食べてみられ、どうぞ。富山ね。富山弁でちょっとあざとい告白いきます。うわうわこれみんな嬉しいんじゃない。引いてしまったよ皆さん。引いてしまったよ皆さん。よかった、引かなくて。恥ずかしいねちょっとだけ。恥ずかしい、うん、どう、準備、心の準備どう。うん、かわいい声作んなくていい。はい、はい、いきますって言ってね。どうぞ。いきます。好きになってもいいっけ。うわめっちゃ可愛い。イエーイ。待って、今のもう一回聞きたいんだけど、これさ、後でさ、聞けるよね、絶対。そうだよ、アーカイブで切り取って聞けるから。一旦、正解をこちら。じゃじゃん。好きになってもいいけ。いけ。ちょっと淡白、この方は。いけ。ウイはなんかもうちょっと赤ちゃんみたいだね。え、可愛かった、今の。いいものを弾いてくれたな。え、可愛い。好きになっても。いけ？けってなんやろね。いけ？全然さ、かわいい。なんか法則が見出せないよね。上がんのか下がんのかさっぱりだね、うん、続いて私、しっかりスポンサーをこびるときに使う富山弁。おっと、まあ、今回はね、いつか使えるかな。チェキチェキチャーさんですね。いつか、今だね、もう。お、今、ちょっと、そうそう、確か、いきます、うん。チェキチャで2人で話さんけ。いつでも君のこと待っとるね。うわ、来ただろう。おい、ピポンピポンピポン。どこだろう、どこだろう。話さんけかな。ま、え、わかった。ま、待っとるね。違うわ。待っとるね。待っとるね。ちょ、一旦ね、方言聞こう、うん、えい。チェキチャで2人で話さんけ。いつでも君のこと待っとるね。待っとる ね、うん、難しくない。私さ、うん、自分何を間違えたかも毎日ピンときてない、ね、いやね、どんなだったっけ、ね、忘れちゃった。待っとるね、かわいい、うん、花さんけってかわいい ね、け、花さんけ、なんとかけ。これ友達が使ってきたらめっちゃかわいくない、うん、花さんけかわいいね。なんとかけ、ちょっとみんなの感想を見てみようかな。花さんけ、やっぱうゆちゃんのね、告白人気ですね。可愛いですね。いや、人気みんな、うゆちゃん赤ちゃんすぎて可愛い。桜芋だって赤ちゃんってやっぱいっぱい言われてんね、うん、いや、もううゆちゃんいいの引いてるわ今回。確かに、ね、赤ちゃんっていっぱいあるじゃん。赤ちゃん、でもちょっとこれ楽しいから、あ、楽しいからちょっともう一回行きたい。もう一回アムちゃんがいい、ね、アムちゃんと成功させたいよ、ね、うん、アムちゃんちょっと上手だよ、なんかやっぱ、うんうん、何がなんか読むの上手じゃない、うん、声いいし、うん、うんうん、楽しいじゃんねー。あー、なんかちょ告白系のやつ聞いたかな。富山弁でオーダーの告白。何、同じ王道の告白。王道ね、王道
行動の告白いいね。これは耳をうちらも喋んないようにしようね。さっき当たんなくてよかったって言ったばっかなんだ。静かにしよう。回収いきますね、はい、なあ付き合ってもらえんけ。終わりにもっと欲しい。あいやもっと欲しいよ。もう恥ずかしくてマイク目に入れちゃったもんね。何これは。付き合ってもらえんけの正解はこちら、うん、なあ付き合ってもらえんけ、もらえんけ、さあけとさけけの2パターンあるよ ね、だって全部さハテナで終わってんのにさけの時とけの時、うん、もらえんけ、なんか語尾けが多いんだね。そうだね。今のみんなさアラームとかにしたいんじゃない。あーいい、超いい、超かわいい。じゃあもう一回うーちゃん、はい、付き合ってもらえんけ、付き合ってもらえんけ。はい、あれ何似てるの来た、似てるの来た、超似てる、同じ違うのもう一回弾いてもいいよ、うん、超似てるの。まあまあまだそんなかあると思うし違うの弾いていいよ、うん、戻すなよ。分かんなくなるだろう。違うの弾いた、弾いた弾いた、オッケーオッケー、はいどうぞ。なになに、いいねこれ、面白い、嬉しい、頑張って。本番5分前なのにまだ衣装着てない千葉ゆなに使う言葉。うわー、どちらかというとウユっぽいけどね、着てないの。そうなの、一番5分前に着てないのはウユなんだ。ウユなんだけど千葉ゆなを怒る。ちょっと千葉ゆな聞いてる。え、いいねこれ、ゆな絶対見てるよ。しかもウユが怒ることなんて絶対ないけどね。 OK、 じゃあ行きます、ね、はい、うん、ちょっとゆなしっかりしとせんにゃ。ええ、しかしかとせんにゃ。ごめんなさい、もう一回、もう一回チャンスをくれ。おじさん。チャンスをくれ。なに。しかりしかしかとせんにゃ。しかしかとせんにゃ。しかしかと。しかしかとせ、しかしかとせんにゃ。じゃあ一回聞こうか、正解を。にゃ初めて出てきた、うん、ちょっとゆな、しかしかとせんにゃ。しかしかとせんにゃ。かわいいこれ。かわいい。しかしかとって何？しっかり、しっかり、しきぱきせんと、って書いてた。しかしかとせんにゃ。しかしかとせんにゃ。結構かわいい。いいやん、使ってこうな、ウユに。ウユ。あ、ウユ。しかしかとせんにゃ。しかと、すげえ。すげえ。じゃあ、次、やねちゃん。うわこれ、楽しいよ、いくよ。島村歌が楽しみにしていたお菓子を間違えて私が食べちゃった時に使う言葉。待って、いいね、これ。これいいね、かわいい。え、でもなんか、面白いな、うんうん、カメラ目線でって書いてあるんだけど、どこのカメラ、ここのカメラ、あそこのカメラ。ちょっと、歌ちゃん、え、そこって言われた。ちょ、歌ちゃん、ちゃんと聞いときなさいよ。いきます。歌ちゃん、ゴッド様な。かわいい。よかった。カメラ目線。どうだ、どうだ、どうだ。いいね。こんなに気合い入れて言ったのに、ゴッド様なってやばない？ゴッド様な。ゴッド様な。うたちゃん、ゴッド様な。これは正解はこちら。うたちゃん、ゴッド様な。ゴッド様な。やば。ゴッド様な。ゴッド優しい、ね、ちょっと私、うん、力士みたいになっちゃったもんね。ゴッド様なだって難しい、じゃあここでもう一回みんなの感想を見てみようかな。見るういもう一回チャンスをくれ。面白い。チャンスをくれよ、せんブブーってせんにゃんかわいいね。さっきのとこアラームにしようだって。やっぱりしかしかとせんにゃん、何回見てもむずくない？難しい。ごっつさまな、ごなんだっけ、ごっつさまな、ごっつさまなだっけ、ごっつ、ごっつさまな、ごっつさまな、ごっつさまなって、ごっつさまな、うゆ人のプリンとか食べそう、食べる。食べる。ごっつさまな、誰のか知らずに手を出したい。お、終わった、終了。イエイ。え、楽しかったね。楽しかった。え、いいじゃんこれ。どうだった、何が一番良かった。いや、ウユの告白もアムの告白も良かったな。告白、美味しいとこ持ってちゃんと偉いじゃん。2人ともこんなに髪あるのにいいの持ってって。し
カシカットセンニャシカシカットセンニャはよかったね。可愛いね。覚えとこう。ね、これから使ってこうね。シカシカットセンニャー。ユナとかね、言ってくれそう。ね、言ってくれそう。ね、可愛いシカシカット。ニコニコで、うぃゆぃ。シカシカットセンニャーって言って。シカシカットセンニャーって。歌とかマジで多分おやつ取られたらガチギレするタイプ。あの人いつでもおやつ持ってるからね。ね、でも多分なんか。あ、大丈夫とか言ってた。しかしかった、せんにゃー。楽しかった。ちょっと、このね、ツイッターでもね、みんな何が良かったか書いてほしいな。ハッシュタグ N プロミッションで。ナナさん、告白はね、なんぼされてもいいですからね。だって。おいおい。ね、みりん、ゴッド様な。ゴッド様な。なんだっけ、ゴッド様な。もう一回聞いていい？ゴッド様な。ごちそうさま。流れてくれん。いけ。うたちゃん、ごっつぉさまな。あ、ごっつぉさまな。これみんな使ってほしい。ごっつぉさまな。しかしか。ヤネピチ、ドヤ顔面白いって言われちゃった。え、よかったよ。ごっつぉさまな。ドヤ顔だったんだ、私知らない間に。ごっつぉさまな。やっぱシカシカットセンニャーだな、うん、ね、ちょっと楽しかったこれは。はい、ということで以上方言ミッション富山編のコーナーでした。パチ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 、楽しかった。はい、そしてここで1曲聴いていただきます。キュルリンってしてみてで、コーヒーゲームです。どうぞ。次のミッションはこちら。リスナーの心をつかみ取れ、 N プロハートキャッチミッション。イエーイ。はい、このコーナーは皆さんから募集したコメントを私たちがいかに可愛らしくキュートに読み上げるかという、ファンの皆様の心をつかめるかというミッションです。今回のテーマは卒業式で女の子に言ってほしい一言です。可愛く読めるかな。なんで台本読むときだけそんな言い方なの。可愛く読めるかな。すごい。ツイッターのハッシュタグ N プロミッションで私たちに言ってほしい一言をどんどんつぶやいてください。そして今日一番いいツイートをしてくれた方には本日の私たちのサイン入りチェキをプレゼントさせていただきます、うん、みんなツイートしてね。してね。さらに今回も私たちが可愛く読んだ分だけご褒美がもらえるらしいので頑張っていきましょう。やったー。ご褒美だよ。嬉しいね。やった。大人になるとご褒美もらう機会少ないからさ、うん、嬉しい。やったー。じゃあみんなハッシュタグ N プロミッションよろしくね。よし。卒業式で女の子に言ってほしい一言。卒業式私あんまり思い出ないんだけどさ、なんか私泣かないタイプなんだよね。歌歌ってる時とかになんか泣かないタイプ。泣く？我慢してた。あ、我慢。泣くんだ。じゃあ卒業式って何やったっけな。卒業式歌う。歌うね。仰げばとあとしか何歌った。多分あれ3月9日とかじゃないかな。みたいな。あー、歌った。ね、歌った。学校の歌歌ってた。え、校歌って。校歌。
3月9日ってさ、あれピッチさ、むずくない、うん、どういうこと？あの超高かったり低かったりするから。そうなるじゃん。あれ難あんまり適してないと思ってる私。N プロミッション。みんなたくさんだよ。そう私さこれあの先々週の N プロミッションの時に、うん、あの先輪の時にね私これつぶやいたんだ。うん、おじゃあ今日聞いてるかな他の N プロメンバー。そうなのこれあの。もうアムが一番気持ち悪いツイートしてたんだよねちょっと N プロのメンバー聞いてたらよろしくね。そうな卒業式で女の子に言ってほしい一言、もう私もツイートしちゃおうかなってぐらい。卒業式むずいね。あんまそんなキュンキュンした卒業式ないね。あった女子校だったわ。あ、女子校なんだよ、うん、なるほどね。でも女子校なんか友達の手とかでもダメなのかな。まあ可愛かったら何でもいいもんね、うん、すごいみんなさ、サイン入りチェキ欲しいだろたくさんするんだよ。じゃあそろそろもう行っちゃおうかな。じゃあから行ってみる。アムちゃん、あアムちゃん読みたいやつ読んでほしい。え私そう。待って、ちょっと恥ずかしいところでありますね恥ずかしいやつしかないからね。そうだよ、ちょっとじゃあアカウント名のね、読んで。あ、じゃあ、うん、いきますね。はい、桜井もちゃんのやつです。はい、いきますね。はい、卒業で離れちゃうけど私たちの関係はずっと離れないよね。かわいい難しい今の何の丸だよ。なんで何の正解だよ。今スタッフさん受けが OK だったってことかな。え、今のいいね。もう恥ずかしくて本当目にマイク入れちゃうよ。なんだよ待って、さきちゃんが今ツイートしてる。お、なによくやったねえ、待ってください。うわこれはさ真似しないでくださいこれはアムちゃんが読むべきっぽいな。じゃあ、うゆちゃん、うん、次どうぞ、なんか読みたいやつない？さきちゃんの読んでいいかな、これ。うん、いいよ、うん、いいよ、可愛く読んでね、楽しみ。あ、可愛く読んで、本気で本気で本気、うわー、はい、じゃあ、かなまるさきさんのツイートです、はい、これ、はわわはわわだねはわ、離れるのは寂しいからずっと一緒にいてにゃ。待って、恥ずかしいこれ待ってうわこれちょっと見てなかった。いや、なんか顔めちゃめちゃ面白い。なんでだよ。まだあるまだあるまだあるはわわ。まだ最後にもう一言はわわかだ。あ、なんかまだない。どうぞ。大好きだにゃ。あーやった。今のは丸でしょ。丸ですよね。お願いします。お願いします。イエーイ無理やり、ね、無理やりさせた。じゃあ次私、はい、みりんさんのツイートをいきます。うん、君のネクタイもらえんけ。あ、かわいい。なんで方言攻めてきた。なんで富山弁でやってきた。ネクタイね、あんまりもらった。なんか第二ボタンとかね、そういうのあるよね。ネクタイね、いいやん、これかわいい。じゃあどんどんネクタイいいね。楽しいからどんどん行こう。アムちゃんいいよ。アムアム、はい。どうしようどうしようどうしようかな。今探し中ですね。楽しいね。なんか読みたいの探しといてね。ちょっとどうしよう。恥ずかしいの自分で選んでくっていうさ、地獄みたいな。じゃあ選んであげようか。選んでほしい選んでほしい。分かった。あ、じゃあこれがいいな。は？ちょっと待って、よろしくお願いします。これですね。はい。別に第二ボタンもらいたくてもな、もうなんもちょっともう一回。もうやめた。バカにされちゃうから。これは録音して自分聞く説。もう一回もう一回。別に第二ボタンもらいたくてもらってやるんじゃないんだからね。好きとかじゃないんだからね。うわあ、ありがとうございます。これ外の人拍手してるもん。いやこれ有料、これこれに払って聞きたいレベル。これいいですね。今日ダメだよ。これいいですね。これいいね。死ぬほど恥ずかしかった。じゃあ、うゆちゃん
なんか読みたいのある？え、なちょっと引きずるよ。結構さ、告白してほしい人とシンプルなのがいい人って結構いるね。うんうんうん、あ、じゃあ行きます。はい、桜芋ちゃんの第2ボタン。今日はもらうけど数年後にはつける側になるのかな。なんか切ない。なんか切ない。はいね、数年後にはつける側になるのかなって。難しいね。今日はもらうけど、ピンポンとかバツバツとかしてくんない。どうなの、どうなの。やったー。ちょっと切ないのかな、これは。切ないね。キュンなのかな。ちょっと迷ってたらしい ね。ちょっと迷ってたらしいね。数年後、次アヌピ、アヌピだよ。え、選ぶの、もしかして。違うよ、アムが選ぶ。いや、自分で選ぶ。じゃあ、私、こちら、ココアさんのツイートいきます。卒業したけど、これからも会えるよね。にゃん、おー、にゃん、にゃん、にゃん。出ちゃった、何かが。イエーイ。にゃんにゃんにゃん、面白い。にゃんで、これやっぱちょっと顔が赤くなってくるね。うん、でもマジで未だに引きずってるよ、さっきの恥ずかしさ。で、別にやめて、引きずってるわけじゃないんだから。やめてください。これいい、この絵一生やりたいんだけど、今日アイドルって大変な仕事だ、ね。今日はアムちゃんめっちゃ向いてる回でよかったな。ね、恥ずかしい。ウユちゃんこれとかいいんじゃん。そう、やってほしいですね。じゃあ、伊沢くんの、はい、いきます。はい、お愛に。どうですか。本場のお愛にですね。丸ですか。うわ、これはね、ウユにかなう人いないですから。お愛に、これいいね。お愛にって本当にそのままご愛に、うん、お愛に、へー、お愛に、かわいい、かわいい。あむちゃん、ん、あおちゃん、うん、あおちゃん選んでいい？いいよ。これがいい。ねえ、ねえ、おい。ちょっとどれだ？これですね。これですね。はい。誰のツイートも読んでね。もちさんのやついきます。明日からは彼女として隣にいてもいいかな。睨み始め。死んじゃうよ、もう。これいいね。みんな幸せになるんじゃない。かわいい。これかわいいね。じゃあ次の私で、うん、最後。はあ、どうしたの。どれどれ、読む気。アムちゃん選ぶ、もしかして選ぼうよ。じゃあ、じゃあアムちゃんが選んでいいよ。え、何やったな。でもやるな。あ、マジでこれ一番恥ずかしいやつにしよう。心準備しとくね。ちょっとラストだから気合い入れるわ。頑張る頑張る。あ、恥ずかしいやつ探してやる。ちょっとみんなほどほどにしてくださいね。お願いしますよ。私のクールビューティーのキャラを壊さないでいただいて。お願いしますよ。ね、ダメなやつ。ダメこれ。なんだダメなやつって。逆に。怖い。メンバー内で喧嘩が勃発してますね。みんなめっちゃ恥ずかしいやつくれ。なんでそういうこと言うの。これやって、これ。はい。はい。うわー、またさー。またそういうの。わかりました。どうぞ。じゃあみーさんのツイート、はい、いきます。別に嫉妬してるわけじゃないけど、他の女の子と写真撮らないでほしいな。あー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 イエーイ。はあ、別に別にあんまりほさ、本物で、あ、考えちゃった。本物で別にって人あんま出会ったことないけど。定番ですね、別には。はい、それではお時間になりました。皆さんたくさんのツイートありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ、これかわいい。ここでね、私たちがどれだけ頑張ったかで、番組から私たちにプレゼントがいただけるということなんですけれども、今日は何がもらえるんですか。じゃじゃん。じゃじゃん。何あれ、何これ、何あれ、リーガ
ロイヤルホテルチョコレートコレクションなど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 だって。あなたたちがもらえるの？え、そう、うちらがもらえるんだよ。チョコレート嬉しい。やったチョコだって。チョコレート欲しかったね。やった。さて、ここでね、皆さんからいただいたツイートの中からチェキのプレゼントがあるわけなんですけれども、今回は私、玉木屋根が決めちゃおうかなと思って。でも私ね、ちょっと決めてるんだよね、優勝も。あ、もあるんだ。優勝何決めました。プレゼントを今回お送りさせていただくのは、はい、逃げ伊勢さんの別に第二ボタンもらいたくてもらってやるんじゃないんだからね、好きとかじゃないんだからね。ちょっとついてる、かわいい。いいね、それ、この野郎。はい、ということで、この逃げ伊勢さんには私たちのサイン入りチェキをプレゼントさせていただきます、うん、ということで、この企画はここまで。リスナーの心をつかみ取れ、 N プロハートキャッチミッションのコーナーでした。イエーイ、イエーイ。ではここでエンディング前に1曲聴いていただきます。キュルリンってしてみてで、メリーゴーランドです。私がいなくても生きていけるなんて本当なの？そんな態度なら別れの時間となりました。最後に私たちからお知らせがあります。今月3月15日キュルリンってしてみて初めての学割ライブがありまして、学生さんがね、半額、学生証を見せると半額になるんですよ、うん、これ新宿であるのでぜひ来てください、うん、あとメンバーの千葉ゆなちゃんのお誕生日生誕ライブがね、まだ正式に発表してないんですけど3月の、ね、後半に、うん、あるので、みんな予定を空けてもらえると嬉しいですね。そして3月中にこの間披露した新曲がね2曲あるんですけど、うん、それの配信も始まるので3月は楽しいことがいっぱいありますね。そうだ ね、うん、N プロダクション公式ホームページのお知らせ欄やスケジュール欄にて確認してみてください。はい、はい、また1対1で渡してわっわっわっ頑張れ、まだいいよ。また1対1で私たちとお話ができるチェキチャもチカチカにやる予定なので、皆さんぜひそちらもチェックしてみてください。はい、チカチカにね、うん、はい、もう28日にね、うん、いっぱいやるもんね。そうだね、4時間もやる4時間やるもんね、はい、私も28日にやるので、うん、そうなんだ、毎月やるしね、みんな来てくれ、うん、まだお時間があるのでね、もう少しお話ししたいんですけども、キュルステの皆さん、ラジオどうでしたか？いや、恥ずかしい。いや、恥ずかしい。恥ずかしい。なんかラジオが恥ずかしいっていうより、今回の企画が恥ずかしかったね。毎回こういう企画で行くのかな、このラジオ。うんね、先々週もこうだったよ。みんな大変だね、今後。うん、頑張ろうね、メタルが鍛えられる。推しに恥ずかしいこと言わせられる。それがさ、月2回もあるんだよみんな得じゃん、これ、うん、さあ、来週下村ふたに何寄せようかな。あ来週じゃないや、再来週か、うん、来週だね。で、次回の放送は2022年3月11日19時から下村ふた、千葉ゆな、日向凛の3人でお送りしますので、うん、楽しみにしてください、うん、はい、
次回も皆さんいっぱいツイートしてくださいね。お願いします。ということでお送りしてきた N プロガールズミッション、今回はこれでミッションクリアです、うん、また次回の挑戦でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。